やります、はい、俺の地元千葉ロックで、今月はね千葉月間ということでね、先週はね千葉アンガに出演しまして、はい、で今週、はい、次はね、千葉ロック、そうです、久々のロックですねこれね、本当に数ヶ月ぶり、そのぐらいのロックですからね、だからねもうね、なんだろう、同志たちよ、ぜひ来ていただきたい、本当ね、遅めの時間ですしね、そうです、多分皆さん余裕で来れると思います、はい、それでね、このライブに来てくれた、人にはね特典として、はい、これもこれですね、ポストカードですよ、そうですよ、はい、ポストカードの、7月バージョン、7月バージョン、うん、そうですね、あの俺たちの手作りで、はい、ポストカードカレンダーを作ってまして、ちゃんと7月のスケジュール、そうです、ちゃんとマーキングしてあって、あの場所も変えね、そうです、あのうちらの、ね、ライブスケジュールがね、そう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 、すごく分かりやすくて、うちのメンバーもね、はい、みんな貼ってます、はい、そうです、うん、俺はパソコンのこの前に貼ってね、あ、やつはパソコン、うん、そうそう、うちは冷蔵庫ですね、冷蔵庫は、はい、いろんなところにね、はい、あの貼れますんで、あのセロテープがあれば、ぜひ皆さんね貼ってね、あの7月はね、あのなんと、はい、7本ですよ、7本ライブ、出た、これは多いよ、本当8本にしようかと思ったけど、そうです、もう勘弁してくれって言ってね、7本にしました、もう勘弁してくれだったら思ってないじゃないですか思ってないことは言わないでください、だってね、7本ですから覚えられないでしょね、だからそのポストカード、そう、ぜひぜひもらってください、来てくれたお客さんにプレゼントします、うん、まあ、大体、先着30名ぐらいぐらいですね、ライブ終わったら物販コーナーで、はい、プレゼントしますんで、ぜひそれを受け取ってください、はい、もう夏近いですからね、夏近いよ、夏の8月30日のワンマンライブに向けて7、8と、そうです、いろんなところでライブやります、はい、ぜひ遊びに来てください、お願いします、千葉月間ですからね、千葉ロック、全国のもう一度言おう、同志たちよ、待ってるから遊びに来てください、というわけで、はい、お願いしましょう、そうですね、エンプティブロックボックスでした、バイバイ、バイバイ。